はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、ということで今ですね、こちらをお聞きいただきましたね。うん、デラックスロケットパンダフルボトルセットだね。そうだね、うん、これでした。はい、こっちがパンダフルボトルで、こっちがロケットフルボトル。そうだね、パンダすごい可愛い感じになってるね、うん、垂れ目でね、うん、はい、ということで今日のメインはこちらですね。はい、変身エンジンデラックストランスチームガンとバルブ回転デラックススチームブレードです。こちらがナイトローグの武器、うん、こっちがブラッドスタークの武器だね。はい、敵側の武器が出るのってのはドライブ以来かな。そうだね、チェイスだってさ、いいやつになったのかさ、この2人ももしかしたらいいやつなのかな。分かんない、分かんないけどね、うん、まあ、とりあえず開けていきましょう。はい、これがトランスチームガンだね。そうだね、かっこいいね、うん、こうやって銀の塗装もされてて、うん、いい感じですけど、はい、じゃあ電源オンにしよう。はい、お、お、光るね。うん、うん、トリガー引いてみよう。はい、お、なるほど。そしてこれがバットフルボトルだね。そうだね、うん、これはここにコウモリの顔が書いてあるけど、うん、気になるのはここだね。そうだね、これ一つしかない。うん、でまずは変身遊び。はい、バットフルボトルをトランスチームガンにセット。ここにね、お、あれ、なんか聞いたことあるけど、うん、でこれトリガーを引く。はい、なるほど、ミストマッチって言ったね。そうだね、うん、ベッベッベッ。次は必殺技遊び。あ、はい、トリガーを引く。うん、もうこれ一発引けばもう必殺技なのね。そう、なるほどね。はい、こちらがスチームブレードですね、うん、この部分が刃になってる、うん、でここにスコープがついてるね、うん、で一応バルブとかがあります、はい、こちらにはコブラフルボトルが入ってたね、うん、これも銀でコブラの顔が書いてあるけど、この2つ見てみるともう完全にバイラルコアですねこれね、うん、銀だしコブラとバットって両方あったよね、うん、バイラルコアに。あった、マジで。じゃあ電源にしてみましょう。はい、おお、こっちもちゃんとなるんだね、うん、でここにトリガーがあります、はい、あ、これは斬撃音だ、うん、で必殺技なんだけど、ここにレバーがありますんで、これ上に上げてください、はい、そうで、スライドパーツをこっちにスライド、うん、はい、でバルブを回転、はい、アイススチームって言ったね、はい、でトリガー引いてくれる。結構音大きいね、うん、これをもう一回回転させてもらえる、うん、エレキ、はい、ああ、これは電撃だね。デビルスチーム、はい、これいいな、これいいな。先ほどのコブラフルボトルをこっちにセットして変身してみよう。はい、次だ、トリガーもう一度、なんと合体しますね。まずこれを2つに分離、そしてこっちをセット、はい、そして後ろ側に、お、ライフルモードって言った、うん、あ、これで完成、うん、で、トリガー引くと、あーってことだね、こうだ、そう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 。じゃあ必殺技やってみましょう。じゃあまずバットって言った、次はコブラ、
じゃあ今度ビルドドライバーの方にコブラとバット入れてみよう。はい、どうなるのか、別の味しない時の音楽と一緒だ。そうだ、うん、パパは僕はで、対決クーラ親切してるから俺の勝ちだ。決しまったっけ、一回打たれるとっけ、ドリャーしょうがない、必殺技をかましてろ。うわぁ、しまった、よし、はい、ということで今回は仮面ライダービルドのデラックスロケットパンダフルボトルセットと変身エンジンデラックストランスチームガンとバルブ回転デラックスチームブレイクでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。最初チャンネル登録をよろしくね。というセッカー会場でございます。バイバーイ。